の女カリブ海から来た男だ。あいよ、みなさん、ジョアンカンです。今日は初めて日本の銀行に行ったことの陳なんです。背景、奨学金やバイトのお金をもらうため日本の銀行を払わないといけません。だから優しく必要な書類を持って一人に銀行に行きました。がそこから問題が始まりましたよ。銀行に入って切符を取って素直に座ってたんですけど、前にいた女性が急に立って近くの店員のところへ行って、外国人がいるんですけど彼を手伝えますかって言って、彼女の思いはよくわかりますね。僕を助けようとしていましたが、なんで外国人って言われましたか。外国人よりその前に人間でしょ。これを気にせずに僕の順番が来て受付の方へ行きました。おはようございます。今日は何のご用件でしょうか。はい、口座を開きたいんですが英語を話せますか。英語は、はい、じゃあ無理しないでくださいね。日本語でも大丈夫です。英語は、わかりました。じゃあ日本語で進みましょう。英語は普通に呼吸してください。そして大丈夫って言ってんでしょ。はい、了解しました。そこから最後までうまくいったんですけど、来ましたよ、外国人が怯えている質問です。お客様、印鑑お持ちでしょうか。時間、印鑑、みかん、印鑑、いかん、印鑑って言ってばかりですけど、それはどういう意味ですか。サインをするためお客様の名前がついているスタンプです。あ、印鑑ないんですけど僕はサインをしてあげますよ。サインだったら誰でもお客様の方を真似できるので印鑑の方が安心です。なるほどね。けれどもその逆に誰かが僕の印鑑を持ったら非常にはっきりに真似できるでしょ。お客様、印鑑を持ちでしょうか。女。じゃあ印鑑を作ってもらって最大限1週間で戻ります。大丈夫ですか。今すべてを消すのでその時またやり直しましょう。ちょっと待ってください。何を消しますか。ちょっと待ってください。はい、もう消しました。女。じゃあ日本の口座を開きたい外国人の方へ、まずは住民票、そして在留カード、あとは大事な印鑑を持ってくださいね。印鑑は800円で作ることができるので、印鑑屋に行って前もってその準備をしてください。もしこの動画を良ければぜひぜひ Subscribe and Like! ありがとう。